ケイトヤップ事件というもの、これは虐待だよ。映っている彼女の顔や体に傷跡のようなものがある。投稿がパタリと途絶えてしまった。ヤバすぎる世界の都市伝説。おはよう。おはようございます。おはよう。おはようございます。はいはいはい、今日は早いね。そうね、うん、収録時間がちょっと早いね。確かに僕はこれからバイトです。本当にね、マイクも大変ですよ。そうですね。ねえ、これが俺がね、それに合わせて我々が早起きするなんて、そう、朝飯前ですよ。そんなことあっていいんですか？いやいや、もちろんそうですよ。あ、それそうなんだ。生活ですからね、僕のね。生活ですからね。かかってますからね。生活ってのは大変だよな。生きていくっていうのは大変なわけですけれども、はい、そんな中ですね、世界の方では、はい、恐ろしい事件があるんじゃないかと。あるんじゃないかと物議を醸しているわけですけれども。都市伝説ですよね。そう、うん、でこれが本当なのか、うん、はたまた、まあ、ただの噂なのか、うん、そちらは分からないんですけれども、はい、そう、今話題になっている都市伝説をですね、紹介していきたいと思います。その前にですね、はい、我々オカルトスイーパーズは本日、はい、本日ですよ、はい、本日までに登録者数10万人を目指してますので。本当に大変だよ。俺たちはまだ諦めねえよ。諦めてないよ。よろしくお願いします。お願いします。それでは世界の都市伝説を創始していきましょう。ベロリンティア。ケイトヤップ事件。お二人はケイトヤップ事件というものをご存知ですか？ちょっとケイトヤップ事件わからない、うん、このケイトヤップ事件というものなんですが、はい、ケイトヤップという YouTuber が、うん、いるんですけれども、うんうん、このケイトヤップさんというのは女性の大食い系 YouTuber ということなんですけども、で英語圏を中心に活動していると、うん、なるほど。で主にシーフード大食いをしており、うん、そのほとんどがもう生食であると。そして、彼女の特徴といえば何といっても食べ方だと、うん、すでにシーフードをわしづかみし、ひたすら口に運ぶ。すごいね。ほとんどの人はこの光景を異様だと感じるだろうと、うんうん、まるで誰かに急かされているのではないか、うん、必死に口に物を運んでいる様子が何とも奇妙である、このチャンネルの視聴者も少しずつ増えていった頃、うん、視聴者たちがある違和感に気づく、うんうん、映っている彼女の顔や体に傷跡のようなものがあるのだ。初期の動画にはついていないので、大食い始めた頃からついたものだろうと。まあこれまで聞くと、まあ正直まあ ASMR とかでね、まあ大量にいろんなものを食べるっていう人たちいますから、いるよね。そんなになんかおかしいことでもないのかなと。まあまあたまたま怪我したとかね、まあ別にまあ考えられる余地はあるわな。まあそのね様子を見ると、まあまあ。まあ、いっぱい生ものとかエビとかも食べてますから、甲羅とかだね、口切ったのかなとか、うん、まあまあね、まあそういう風にそんなに、まあ、勘ぐるようなことでもないのかなと思うんですけれども、うんうんうん、どんどん怪しくなっていくと、視聴者はこの傷に普通に生活してつくものではなく、うん、誰かにつけられたものではないかと考え始めたと、うん、というのも傷以外にも不可解な点があるのだ、うん、ある動画では背後から男性の声が聞こえたという。動画の中で、ハリアップやファーストという声が聞こえる。この出来事から彼女は誰かに大食いをやらされており、傷の件から虐待されているのではないかという推測が立ったと。はいはいはい。さらに彼女の動画には字幕が付けられていることがあるのだが、うん、アルファベットの大文字になっている箇所が不自然にある。うん、大文字になっているアルファベットを抜き出すと、うん、SOS と、ヘルプ、と、助けを求める単語が、出来上がるっていうことなんですけども、ね、ちょっと気持ち悪いんですよね、これは虐待だよ。早いね、うん、結論付けんの早いね。いやでも書くじゃない、よかったまたまかもしんないから、なんかね文字変換とかでなんかなっちゃったかなとかあるじゃん、ね、ただ今見て分かる通り、うん、そのこう横読みで書いてあるんだけど、うんうんうん、縦で読んだらヘルプだったりとか、うん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 、その大文字にする必要ないところを O にしたり S にしたりして SOS と出来上がったりっていう感じで考えると、これは確実の線だぜ。うん、これ彼女自身がその字幕を打ってるってことなわけ。
そうなんですよ。要はこの動画って彼女が一人で動画を編集しているんですけれども、一人で運営してるっていうふうな彼女はおっしゃってるんですけど、でこれがなんでおかしいかっていうと、この SOS とかヘルプっていう文字を見た方がですね、911、要はあっちのに警察に連絡しますっていうふうに書いたところ、これはあのたまたまなんでやめてくださいねっていうことを彼女がですね、あのコメントに返信したんですが、ただこれにも不可解な点があるんですけども、そう、彼女が打った不可解な文章がこちらでございます。という、要は自分のことを C って言わないじゃないですか、彼女はっていう言い方をしてるんですけども、そうだよね、おかしいよね、自分で彼女はっていう言い方するかなとか。じゃあ本当に後ろに男性の声がしたって書いてありましたけども、その男性がいるんじゃないかっていうものがどん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 膨らんでいくわけですけれども、今現在どうなっているのかと、残念ながら2019年を最後に彼女の投稿は途絶えてしまったんですね。チャンネル自体はあるけどと。そうです、チャンネル自体は存在しているんですが、2019年最後の投稿で終わってしまいました。で、その最後の投稿がですね、消去されているんですよ。で、それもさらに不可解なものが、動画の最後でですね、その消去されてしまった動画の最後で、衝撃的の一言を発しているんですよ。それが、この一口で安心して死ねる。うわ、一言を最後に、投稿がパタリと途絶えてしまったっていう。これは演出説っていうのも出てきているんですけれども、はあ、はあ、なるほど、炎上商法みたいな、はい、チャンネル118万人いるんですが、そこ手放す必要はあったのかなと。まあ確かにね、確かに。それは彼女が投稿している動画に、まあ、たくさんの方がこれ監禁されているのではないかと、こんだけ食べれるっていうのはおかしいんじゃないかっていうコメントが来てからですね、そのコメントが結構来るように、それに反応してくるようになりまして、そっからこういう風な演出をすれば、はいはいはい、人がたくさん来て再生回数が増えるんじゃないかって踏んだんじゃないかと、はいはいはい、それでヘルプとか SOS っていう演出を入れてみたら、911が来たりとかっていうことで、さすがにちょっとまずくなっちゃったっていうので、なるほど、手放したんじゃないかっていうことを言われているんですけども、まあ実際それが、まあ、傷だったりとかも、ヘルペスで日光でできてしまった傷跡だと、なるほど、彼女も言ってることから、考えすぎじゃない、世の中的には、なるほど、さすがにないよねっていうことが言われているんですが、最初からそんな風にしてたかなと、こうやっていこうよっていう作戦はあったのかなと思って、そんな考えられないし、そもそもね、サーモンとか食べる動画ですごく再生回数がそもそもあるわけですから、わざわざそっちの路線に行く必要もないのかなとか思ったりとかね。そうか、よし、ということでお稼いでちょっと結論出しましょうか。これはどっちなのか。これはどっちだ。パロマ、甘いよ、聞かせてくれよ。いや、でもね、これはちょっと僕は演出ではないかなって思うかな。なるほどね。それはどっちの意見。どっちの意見。何が。パロマの意見なのか、メガネの意見なのか。そう、でしゅ、一緒だから一緒、一心同体なら当たり前だろ、お前。あ、そうなんだ。二人で意見まとめたってことでもないよね。そういうことじゃないから一緒。あ、一緒なのね。こいつ壊したら俺も死ぬから一緒だから。あ、一緒なんだ。そうだよ。あ、ごめんごめんごめん。ごめん、じゃ無限にできないね確かにそうよ、あんましない、確かに。パルマ的にはちょ、演出じゃないか、ちょっとね、匂う気はするけど、だから本当、慌ててやべやべやべってなって、まあやんなくなったっていう感じはちょっとするけど、ちょっと周りが盛り上がりすぎちゃって、そうそう、やりすぎちゃったと思ってんじゃないかなと思うけどね。それは一人の意見で、一人立つんだから一個しかないから。鼻となんで鼻まで出てくんだよ違う、分けんなよ全部。ニンニクっぱなの。ニンニクっぱなの。全部一緒だから。メガネはまださあれだけど着脱が可能だからって弱い、なんなら弱い、弱いって何自分より、自分より弱い、やっぱ。は？どういうこと？自分より弱い。弱い一緒だってのだから。あ、一緒なんだ。ここが弱点とか別にない。違うんです、弱点じゃないんだ。なるほどね、パルマはもうそういう演出なんじゃないかと。まぁ、あ、ちょっと疑わしい、わかんないけどね、マイキーはどうだい？これは完全事件だね。事件の匂いがしていると。いや、ガーシーさんもちょっと説あるじゃない。
ガーシー説にやらされてる説ね。そうそうそう、はあ、はあはあははあ、だからもう何か陰謀論があると。陰謀論あるよ。まあありそうな感じはしますよね。やっぱり男の人の声が入ってくるとか。そうそう、それ、うん、その上でやっぱり一番のね噂、都市伝説としてはやっぱりその生配信してる時にあまりにもやっぱり Wi-Fi の弱いってことであのポケット Wi-Fi でやってるんじゃないかっていう。おかしいよね結構見てるね。結構見てますよ。途切れまくるもんね。俺もなぜか負け許さないぞ何もされてないだろ。あんまされてね。俺だって負け許さないよなんでだよ謎の気持ちだったんですけど。いや僕もね、はい、ちょっとまあ本当なんじゃないのと。本当派、監禁されてる派、ね、監禁されてるんじゃないかっていう、うん、まあそのまあね、まあ日本にいないんじゃないかっていうふうに言ってましたけども、うん、まああの焼け方ですね。焼け方、焼け方とか見てガーシーはいいよ今ガーシーちゃんの話してるじゃん今ガーシー違うよ。ガーシー終わったよ。ケイトヤマさんの話。あ、さん違う、ガーシーはどうなっていいの。ガーシーさんはそう関係ないから。だから本当にもうケイトヤップさんですね、うん、はどっちですか。ケイトヤップさんに関しては僕も演出なんじゃないかなと。あ、私も思っております。そっち派ですか、うん、まあね、そうやって考えれば考えるほどそうやって、まあ、ミステリアスにはできるじゃないですか。うん、そうね。だから本当ね、まあそういう風に考えると楽しいですけど。うん、そうね、まあ楽しいですよね。都市伝説ってのは楽しいじゃないですか、うん、どうなんだろう、うん、そうそうね、まあ、それがね、本当に、ま、万が一そのケイトヤップさんの身に、うん、その本当に恐ろしいことが起こってないかったら楽しい話ですよね。まあまあそうだよね。本当に起きてる可能性もなくはないよね。そう、ゼロではないっていうところだよね。そうなぁ、うん、ということで、おかすいの、はい、まとめといたしましては、はい、戦争報告といたしましては、はい、これは演出であるという形になりました、うん、はい、以上、おかすいでした。あれ、これはガチだぞと思った、そこのあなた。チャンネル登録と高評価、ベロリンティアです。